Mental Report Presents。さようなわけでございまして、本当にもうね大変な世の中になりましてね、私ももう今日はですね、うちから一番近い寄席のミミズク亭というね、新しくできた寄席から皆様に遺跡をお届けしようと思うんですけども、もうこういう世の中が続きましたからね、話し込ももう無観客が普通になっちゃったな。もう無観客に慣れちゃって、これが通常の寄席になって、真ん前にお客さんがいるとどうするんだと思ってね。ああ、客だ!うわーって上がっちゃったりなんかするようなね、嫌な世の中になりましたけれども、でももう本当に今落語好きな方多いですね。もうこういう時代になると、特にもうオール落語会があったらもう、何が何でも、押しかけようなんという人がね、たくさん出てきましてね、中にあの古典落語ってのはハマりやすいんですよ。粋な世界とかね、おつな世界とか、もう特に若い大学生なんかが、あの、江戸前の落語なんか聞くとクーッとハマっちゃいましてね、もう口調が変わっちゃいますから。若いくせにね、久しぶりに友達と会ったりなんかして、おう、それってとおめえは何かいって、おめえは何者なんだと思って。カップルだって女の子だってね、古典落語にハマっちゃうとね、久しぶりに彼氏と会うと、あーら、久しぶりお前さんって何言ってんだお前はって。本当に恐ろしい世の中ですよ。だからそういう人がね、もう寄席なんかね、いっぱいいて一番前へ来て、こうやってね、聞いて落語のネタに入った途端にメモしたりなんかする人がいる。私なんかね、目がいいもんですからね、前の人のメモなんか見えるんですよ。で、俺の時に何書くのかなと思って見てたらね、こえんって大きく書いて、その下に、下手って余計なお世話だわ、我が家も。勝負してやろうじゃねえかなと思いますけど、そういう人がやってるわけですよ。うちに帰るとインターネットとか、ウェブサイトとか、ブログとか、ツイッターとか、で、話かなんか古い人間だから、そういうパソコンなんかいじれねえだろうと思ってね、勝手なこと言う書いてますけど、大きな間違いですよ。言っときますけどね、私ね、パソコンなんか変みたいなもんです。なんでかって言うとね、私ね、電気屋のせがれなんですから。もうパソコンどころかハンダ付け得意で、あまり関係ないですけどね。だからね、ホームページなんか時々パソコン開いてみるとね、ありますよ。落語好きの小粋な部屋、なんて書いてありましてね。これがアイコンがこう、センスのアイコンでね、容赦いいのに、このアイコンが閉じたり開いたり、閉じたり開いて、バカ野郎、こいつはつまんねえとこ凝りやがったよ、なんて。そういうね、とこ、こうやってもクリックしてみると、バーッと批評が書いてあるわけですよ。こと細かに前座から、ある日の鈴本演芸場、5段階評価、最高得点星5つ、なんて書いてありましてね。柳家公演、星3つ、また、同じ話、余計なお世話だ、バカ野郎。おめえだけのためにやってんじゃねえんだよ。みんなのためを思ってやってるんだ。プロだから最大公約数を狙ってるんだ。誰がこんなホームページ見るんだ。あ、俺が見てるって情けないですね。大体そのレベルですから。だからもう、恐ろしいですよ。ああ、もうね。中にはね、これ、覚えたいんだか研究したいんだかわからないんですけどね、落語をね、内緒で録音する人がいる。言っておきますけどね、寄席とかそういうところはね、落語とか録音はしちゃいけないんですよ。なぜかって言うと、我々立派なアーティストには版権がありますから。それは今、IC レコーダーなんかちっちゃいしね、携帯でも撮れるかってんでわかんねえだろうと思って、時々やってるお客さんいるかもしれませんけど、他の話か間抜けだからわかんないかもしれません。私はわかりますよ。なんでかって、私、電気屋のせがれなんですから。ねえ、もうね、口座上がったと、帰るたんびに、カバンの中手突っ込んで、こんなこと、こんなことやって、あ、また IC レコーダーの録音ボタン押してらん。私なんかね、その手つき見ただけで、あれはソニーだなってわかりますね。大体そういうことやるお客さんってね、前から2列目ぐらいまでの人ですけどね、今日はそういうこと全然ありませんから、安心してやってられますけどね、本当ですよ。と、この間もあったんですよ、寄席でね。あんまり赤間様にね、録音してるから、講座が注意したことありましたね。ダメですよ、お客さん内緒で録音しちゃって、撮ってません、撮ってませんってわかるんだよ。
だって俺が講座上がった途端カバンの中手突っ込んで IC レコーダーの録音ボタン押しただろって。違いますよ、師匠が出てきたから切ったんです。バカ野郎お前は。客なら何やったっていいってもんじゃねえと。恐ろしい世の中ですよ。だからもうね、電子機器との戦いですね我々は。本当にこの間だってそうですよ。うちで新しいね炊飯器買ったんですよ。で今いろんな機能がついてるでしょ。でもいいよ、あんなのいちいち取扱説明書なんか見なくたって、わかるんだよ、まあ、電気屋のせがれだからってんでね、もうコンセント入れてスイッチパーンってねつけたったにタイマーをセットしてくださいって。おかまが喋るんですよ。すごい時代ですね。まあ、もっともね、新宿の2丁目っていうとこ行きますとね、昔からおかま喋ってますね。でもあっちのおかまはコンセントを押し、まあ、そんなことはどうだっていいんですけれども、だから本当に恐ろしいですよね。ATM だってね、もうこの頃喋りますよ、よくね。もう早期の頃なんかね、初めね、お金下ろしに行った時驚きましたね。カード作りましてね。これでお金を下ろせるんだなってんでね、もうね、キャッシュカード作って、もう、ATM、キャッシュディスペンサーって言うんですか、あの前、つって行きました。ありがとうございます。カードか通帳をお入れください。どうすごいなと思ってね、一遍離れてもう一遍近づくと、ありがとうございます。カードか通帳をお入れください。もう何回言っても一回も閉じらない。偉いな、こいつはなんて思ってね。暗証番号をお打ちください。暗証番号。つつつつつつつ。金額をお打ちください。金額。3万円下ろそうかなって3万円。つつつつつつ。残金がありません。余計のお世話だ。本当にね、周りに分かっちゃうという。だからね、カーナビもそうでしょう。よく喋りますよ。私もね、運転するもんですからね、カーナビつけてね、運転してね、うち着いた途端にね、運転お疲れ様でした。家族が言わないようなこと言ってくる。はあ、すごいなと思って、私の友達のなんかね、モードがあって切り替えるとね、大阪弁で喋るカーナビがありましたね。隣にいたらね、次の角まっすぐ行くんやで、なんて言ってくる。そこ右曲がりやんか、アホなんて言われたりなんかしてね。だから ATM もそういう地方地方の言葉で喋るようにしてくれると楽しいですよね。静岡銀行の静岡の本店なんか行くとね、お金なんぼ欲しいずらーなんて言ってくれたりなんかしてね、沖縄銀行の沖縄の本店なんか行ったりなんかすると、残金なくともなんくるないさーなんて楽しくなっちゃったりなんかしてね。だからね、富士銀行のね、神田支店なんて言うと ATM がもう江戸っ子ですよ。つって行くと、おいしゃい、カードが通帳を入れつくんねえと。暗証番号打つんだよ。バイバイ振られ。いくら欲しいんだよ、この貧乏人。残金ありゃしねえ。酔い腰の手には俺は持たねえんだよ。使っちまった。おととい来やがれ、バカ。ごめんなさい、なんて。もう何が喋り出すかわからない時代でございますが。さて、ここから落語に入ります。お客さんがいる時にはね、もうこのレベルをね、こう探ってたんですけれども、今日はもう決めてきました。でね、さて、ここは、底垢とない施設沿線。終電車の終わった後、改札を出た人々は、それぞれの人生を歩むかのよう。それぞれの通りへ一人、二人と消えていきます。左右には冷たい自動販売機の光がポツン、ポツンと輝いています。しばらく行くとあるのが、とても素晴らしい商店街。ニコニコ通り。もちろん、街路樹などは一本もありません。その代わり10年、一律のごとく、電柱に飾られたピラピラしたセルロイドの桜が、のべつ満開です。そんなニコニコ通りの手前、魚屋さんのシャッターの閉まった前にはほっとするような暖かな赤い光が見えました。何でしょう、そう、幸せの屋台の赤ちょうちんです。そこには美味しそうに3文字おてうんあうちおらごぼう巻きえがらね筋ねえとさつまいげいやごぼう巻きと筋とさつまいおじさん私にはおでんちゃんだいおみちゃん今帰り、残業だったんだ。もううち持って帰って食べたいからさ、袋の中500円分ぐらい入れて、あいよ、それからカレーボールある、おるよ、ある、わー、ラッキー、ポッキー、ケンタッキー、よかったわ。さあ、それからお芋さん2つ、筋嫌いだからパスだ、ぴょーん。あいよ、わかったりいつも通り。じゃあ、こぶ大きいのおまけしよう。おつゆ、いっぱい入れとくよ。はい。脇からしつけといたから、どうもありがとう。おじさまさん、夜仕込むから。
風邪ひかないように頑張ってね。よ、みっちゃんの夜道暗いから気をつけて帰るんだよ。とこれで結構おでん屋の親父さんは忙しそうなんです。そんな時、前の道庫の中で煮立っているおでんたちにちょっと耳をそば立ててみてください。ほら、皆さん聞こえてきませんか？グッツ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 。おい、こんにゃく、お前もう少し向こう行けよ。こんにゃく、気持ち悪いんだよ。肌ぬるぬるじゃねえかおめえ。シッカロールかなんかはたけよ本当に。向こう行けこんにゃく。すんねすんねすんね、意地の悪いこと言わなくたっていいじゃないか。イカ巻きさん、おでんなんだかやだこんにゃく。お前はね、大げさなんだよ。なんでって、お前ちょっとぶつかっただけなのにプルンプルンプルンと震えちゃって、向こう行け。そんな仲良くしよう、同じ おでんやだ。そこ行く短編さんはいいぞ。色は白くって若くって肌なんかツッツルのスッペスペだぜ。いた、ちょっとこっち呼んでみようか。はんぺんちゃん、こっちおいで。やだ、イカ巻きのおじさん油切ってギラギラしててエッチっぽいんだもん。おじさん油切ってないよ。だって今日熱湯をかぶって湯通ししてきたから。またいいな、この頃の若い子はおしゃれだね。体の隅に漢字二文字のタトゥー入れて、なんて書いてあんだい、つくごんかな。気分屋、一流ブランドじゃないか。いいな。ねえ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 、おじさんたちとさ、いっぺんでいいからデートしようよ。デート、いっぺんはや、はんぺんならいい。グッツ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 。あら、なに、イカ巻きさん若いことばっかり話して、たまには私と相手してくれたっていいじゃね。気持ち悪いな、絡んでくんな、糸こんにゃく。いいじゃね。また誰だよそこで揉めてんのは。なんだタコの足とゲソ巻きじゃねえか。どうしたんだよタコの足、切ってくれるか。ゲソ巻きの野郎、俺の足踏むんだよ。よせよおい、足踏むったってお前体中みんな足じゃねえか。おめえだってそうじゃねえか。やるかやるか、上等じゃねえか。相手になったら重たいだろ本当に。このタコ、タコだよ俺は。ゲソ巻きお前やるんだったら素手で来いよお前。ずるいぞ、体の周り、さつま揚げでガードしてやがって。ノーガードで来い。およしよ、仲良くしなよ。タコの足とイカの足。お互いに兄弟みたいなもんだろ。何？兄弟は兄弟でも？イボ兄弟だ？グッツグッツ。グッツグッツグッツ。あ、じゃあ、おら、ゲソの貴重だ。いいよ。ゲソ巻きね、いいよ、お待ち。いいですわ、皆さんお先にどん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 売れて、私こんな夜中になるまで誰も買ってくん、いまだにお茶引いちゃって。やっぱり私他のネタより値段が高いから誰も買ってくれないのかしら。誰だいそこで文句言って。なんで袋せんじゃねえか。それしょうがないや。あなたはね、中にいろんなもんが入ってんだよ。糸こんにゃく、野菜、しいたけ、ひき肉。それになんといったってあの最高級のエメラルドの輝きを持つ銀杏が入ってんじゃないか。値段が高いのはしょうがないよ。私ってやっぱり生まれつきお金のかかる女なのね。でもイカ巻きさん、あなた私よりずーっと安いのに、さっきからちっとも売れないのね。そうなんだよ。内緒だけどさ、俺本当のこと言うと、ゆんべからここへ使ってるんだぜ。もう体がふやけちゃってさ、さっき乱暴にかき回された途端中のイカがつるんと抜けちゃった。酔っ払いがそのイカ内緒でパクって食っちゃって。だから俺今イカ巻きのような、
イカ巻きでないような心にぽっかり穴が開いちゃったみたいな複雑な心持ちなんだ。かわいそうね、本当に。いやだわべイカ巻きさんでねえか。そうだなこと言うでねえだ。ああ売れねえな、みんな一緒なんだから。おらもずっと売れねえで困ってんだ。なんだよ、やけに生るやつが来ちゃったな。くっ、なまると思ったら芋だな、おい。芋、お前みてに田舎者の貧乏人はこういうとこ来るんじゃねえんだ、おい。おでんってね、江戸前の高級な食い物なんだ。おめえなんざなんかバチゲーなんだよ。そうだろこと言うでねえぞ。おらだって国に帰ると男爵って呼ばれてるだよ。それお前名前じゃなくて種類じゃねえか。おらの恋人はメイクイーンだ。何言ってんだ、本当に。グッツグッツ。ゲッツゲッツ、コロ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 、またなんか転がってきたな。で、うはははは、腕卵だな、おい。売れてるかい、腕卵。売れてるわけないでしょ。見てこの体の色、抹茶色に煮詰まっちゃった。白身皮切ってカチカチになっちゃった。ピキピキピキ、ああ、白身にヒビが入っちゃった。ああ、君が。ついに溶け出して、内臓破裂だ。コロコロコロ、行っちゃった、本当に。ゲッツ、ゲッツ。ゲッツ、ゲッツ。あ、私も日本の方にはあまり人気ないですね。私はフランスから来ました。ロールキャベツが来たな。いろんなやつがいるな。私の国は素晴らしいですね。フランスから私は来ました。日本よりも文化がうるせえな、お前、フランス、フランスって。フランスから来たやつがどうして、日本の爪楊枝をお腹の脇に刺してんだ、お前は。日本よりもフランスは文化が高い。うるせえ。そんなこと言うんだったら、てめえとなんか付き合わねえ。国系で。そういうこと言ってはいけません。それはあなた、私に対する人種キャベツ。ゲッツ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 、おじい、俺ら、コブちょうだい。よ、コブね。確かこの辺あったと思ったんですけどね。あれ、おまけにみんな行っちゃったかな、あんただで。ちょっと待ってくださいね、この音までこの下の方をね、こうやって、あった！どうしたんだよ、親父が、コブ探して、かき回してる、しょうがねえな、いたじゃねえか、コブ。どこ行ったんだ、コブ。コブ？衝動になった？何言ってんだ、本当に。コブコンチクショウ。売れたんだよ、おめえは。どうしてお玉がこっちからスッと来るとガンモドキの下にさっと隠れんだ、お前は。ごめんなさい。僕暇だからね、お芋のかげらさんと隠れんぼして遊んでて。上行け、上、本当に。お前何かって言うと下へ潜るんだから。また地下室行ってなんか隠そうとしてやんな、本当に。はぁ、でもいいな。みんな売れてさ、ちょっと、イカ巻き、助けて。お大根じゃねえか。どうしたの？親父乱暴にかき回すもんだからさ、お玉の先でざっくり切られちゃった。おい、傷が深いね、大丈夫かい？肩から袈裟掛けだね。もっとも丸くってどこが肩だかわかんないけどさ、大丈夫か。もう醤油がじく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 染みちゃって、だから俺薄味の関西仕立てのが好きなんだよ。特に今日のキッコーマンの丸大豆染みる。でもやけに染みるなと思ったら、親父のやつ今日に限って隠し味だって柚子入れやがってさ。あった染みる。ちょっとバンドエイド、そんなもんないよ。ゲッツ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 、なんだよ、またなんか割り込んできやった。なんだこれ、おでんじゃねえ、なんかアルマイトの酒の缶付けだ。このさなかに誰か飲んでるやつがいんな。こんにゃく誰飲んでんだよ。床屋の親父、また競馬負けたな。そしたらこいつが来て安酒飲んでんだから、何本飲んでんだよ。あのね、おじさんのメモにね、正しいって字が一つついてたから5本だよ。5号館、ここは上げ底だから4号5尺。細かいね。つまみは、おまけにもらったただの昆布。わぴし。おまけの昆布魚にして、安酒5本も飲んでさ、お願いだからさ、そういう人間だけには食べられたくないね。おい、こんにゃく、そこ行くと見ろよ。今来た若いカップル。銭湯の帰りだな。
片手に石鹸箱と手拭いの入った桶持ってさ、赤い手拭いマフラーにして仲良さそうにおでん食ってら、ほら見てみろよ。ユミ、もっと食っていいんだぜ。いい、しんちゃん、私お腹いっぱい。なんだよ、お前遠慮してんじゃないのか。大根ちょっとちくわしか食ってるんじゃないか。もっと食えよ。お腹いっぱい。なんだよ、俺バイトしてこの範囲だからさ。あ、じゃあさ、お前さ、ガム好きだろ、ガムもどきな、半分食べないか。俺あと半分食べるからさ。しんちゃんと半分っつなら食べてもいい。ゲッツ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 、いいな、羨ましいな、南高節の神田川の世界だな。いかまきさん、なんか僕も恋人欲しくなっちゃった。お前こんにゃくの分際で生意気に誰か好きな子でもいるのか。はんぺんさん好きなんだけどさ、告白したらあなたは芯がふにゃふにゃとか嫌いだ。芯が一歩ずっと通ってる。イカマキさんが羨ましいな。俺芯抜けてないんだよ。ゲッツ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 。さあ、僕にね、はんぺん、あと芋も一緒にね。あ、いやー、はんぺんと芋。あ、はんぺんさん行っちゃった。それも芋なんかと一緒に行っちゃった。あんな田舎者に取られて。さようなら、はんぺんさん。本当は僕君のこと好きだったんだよ。さようなら。ゲッツ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 。おやじ、あの、悪い、まだおでん残ってるありますよ。あ、よかったらラーメン屋、休みだったんだよ。俺腹減っちゃってさ、少ないですけど、じゃあそのね、つみれ、それからね、シューマイ巻き、あとちくわね、あとごぼう巻きとそのボールね。いやー、それだけでいいですか。じゃあ こんにゃくもらっちゃうわな、染みてそうだからさ。いやー、じゃあこんにゃくと、じゃあもうありませんよ、このイカ巻き一つしか残ってませんから。旦那、イカ巻きサービスしましょう。あ、おらない、嫌いだから、いらないいらない。ケッツケッツケッツ。とうとう俺だけ売れ残っちゃった。やっぱり中にイカがないのが分かっちゃうんだ。ケッツケッツ。オリオン座が見える。ケツケツ。このまま売れないと三日目の朝のにと突入だ。さあ皆さんもご一緒に。ケツ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 。酸っぱい匂いがしてきた。ケツ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 。明日は水曜日、生ゴミの日だ。ケツ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 。あ、箸が折れてきた。あ、挟んでくれた。あ、売れたんだ。さあ、今日はこれでおしまいだ。ほら、